はい、皆さんこんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのしょうが、今日は大寒波がやってくるをお送りいたします。よろしくお願いします。はい、皆さん大変ですよね。大寒波やってきます。えー、1週間ぐらい前ですかね。あの大寒波はそろそろ来ますよ。というお話をしたんですけど、まああの新しくまあ、ある程度特定できたらね。あの来る日にちがまたお知らせします。ということでお知らせに。 なりましたこれはあのまずあの大寒波の法則というのがあって、アメリカと日本の大寒波法則っていうのがあるんですよ。これはね、あのアメリカで大寒波が、まあ、あの約、ね、10日ぐらい前から大寒波起きているんですよ。で、ニューヨークなんかも吹雪でもう歩くのやっとっていうね、状況が、まあ、起きている、ずっと続いてるんですよね。でアメリカで 大寒波があると、まあ起きるとですね、2週間ぐらい遅れて日本で同じような大寒波が、まあ発生する大寒波に襲われるという法則があるんですよ。で、気象のこれは法則なんですよね。これ私が見つけた法則なんですよ。で、あの、これね、あの、もう来ます。だから、あの、20日、まあ、20日、土曜日、21日、日曜日。これはもう今回のってことですよ。2024年、 1>, 1月の20日、20日土曜日、21日日曜日、この2日間、まあ、この2日間からまあ始まるって考えてもいいと思うんですよ。でも皆さん、よくあの記憶が、あのーね、飛んじゃってなくなっちゃう人、最近多いんですけど、どういうわけかね、記憶をたどってみてくださいよ、去年の暮れ、ね、または12月の頭ぐらい。 気象庁はなんて言っていたか。暖冬ですよと。今回の、今季のね、冬は暖冬ですよと。皆さん過ごしやすいですよとずっと言ってたんですよ。暖冬ですかこれが。これ暖冬って言うんですか暖冬じゃないですよね。暖かい時も確かにありましたよ。でもいつもの冬だって天気が良くて晴れていたら昼間ちょっと暖かいんですよ。全然変わんないですよ。暖冬じゃないですよ、全然。 今、大寒波、寒波来ようとし、あの、もう来ようとしています。大変なことなんですよ。これね、用意しないと、もう大変なことになっちゃいますよ。特に関東。関東の皆さんね、あの、大寒波慣れてない。今回ね、関東来ますよ。関東直撃します。東京も例外ではないでしょう。おそらくね。東京も大寒波に襲われます。まあ、雪か何か降るかもしれないですよ。結構。 だから東京の方って、もう大寒波だと、そんな大したことないしね、あ、平気だよって言ってるけれども、ちょっと交通網ね、私の予想ですよ。私の予想では、交通網にも支障が出るぐらい大寒波になるんじゃないかと思いますよ。関東、近あの、全体、近県もね、神奈川、千葉、埼玉、そのあたりもね、特に神奈川あたりですよ。 神奈川あたりも、まあ、ちょっとね、危ないでしょ。高速道路とか、そういうところも雪が積もっちゃうかもしれない。もうそれぐらい危ないんですよ。今回の大寒波。で、まだこれで終わりじゃないんですよ。2021日、大寒波で東京も雪が降る可能性がある。しかし、今月末にまた再び大寒波ですよ。だから途切れなく来るんですよ。 じえーとね、12月はね、まあちょっと、あの、強弱があって、ちょっと暖かい時もあったけど、12月のクリスマスとかね、マスとか、ちょっと寒かったじゃないですか。で、ちょっと、ちょっとね、あのー、まあ普段の冬に戻ったんですよ。しかし、ここに来てまたね、大寒波で寒くなる。雪が積もる。これね、去年もお話ししたんですけれども、給湯器ですよ。あと、水道管。 これが破裂しちゃったりね、もう九州の方でも寒くなりましたので、去年ね、急にあの気温が落ちてマイナス5度以下になったところ九州でもありましたよね。で、水道管がね、亀裂が入って水が噴き出して、水が噴き出したら水が凍っちゃって、もうどうにもなんなくなってしまったっていう人多かったです。給湯器とか壊れちゃったりね、水道管が破裂したら修理しなきゃいけない。給湯器取り替えなきゃいけない。最悪の場合。 もうね、去年もそうだったけど、代わりの新しい給湯器が同じ型番がなかったりするんですよ、今。品不足で。だから今回も同じようなこと起きるしね、値段が去年よりもびっくりするほど上がっています。まあおそらく工事費とかもろもろ含めて100万前後取られますよ。本当に。あの、良心的でね、いやもう在庫うち抱えててね、いっぱいあるんだよって言って、 まあ、あの、工事も良心的な人だったら、そういう設備屋さんだったら、まあ、50万以下で治るかもしれないけど、まあ、あの、話は聞いてますけど、給湯器取り替えて、ここ最近ね、私の知り合い、軒並みね、100万ぐらい。安い人は80万。高い人で120万。まあ、ちょっと開きありますね。同じような給湯器ですよ。サイズもね。うん。で、 まあ大変ですよ。100万円も出さなきゃいけないんですよ。ねえ。嫌じゃないですか。ね。だから、やっぱり今から備えとかないとね。え、どうやって備えるのかやっぱあの、電熱線とかね。あとあの、断熱材とか巻いといた方がいいんですよ。全然違いますよ。本当に。あのホームセンターに売ってますから、まあそういうの自分でもできるしね。まあ設備屋さんに頼んでもいいし、まあ人に頼むと高いですけど、 だけどあの、やっておかないよりやっておいた方がいいでしょうね。特に給湯器と水道管のところのジョイントの部分、細いんですよ。あれ、凍りやすいんですよね。あれ、ピキピキって、ひび入りやすいんですよ。だからあそこら辺とか、あの冷たい風、北側にね、給湯器があるところは、ああいうところ北風が当たって、冷えて、より冷えて、パキってね、割れる場合、クラック入っちゃう場合あります。そうなるとね、水が吹き出るじゃないですか。 その吹き出た水がね、たまたま方向が悪くて、全部、給湯器に被っちゃう場合があるんですよ。そうするとね、給湯器の中全部ダメになっちゃうので、給湯器ごと丸ごと交換しなきゃいけない。あの、下の方がパキってなっただけで。うーん、そうなるとね、ほんとね、やになっちゃうんですよ。あの、お金もかかるけれども、もしかしたら給湯器がなくて、いや、もう3ヶ月待ってくださいね、とかね、そんな風になるかもしれない。 そうすると3ヶ月間、戦闘とか温泉とか行かなきゃいけなくなっちゃうんですよ。辛いよ。その間も大寒波来るんだよ、だって。大寒波の中、吹雪の中ですよ。目の前が見えないのに、うおーとか言いながら、戦闘に向かってね。いや、もうやんなっちゃうんですよ。これが本当の戦闘状態。お後がよろしいようで。いや、まだ終わんないよ。<laughs> まだ終わんない、まだ終わんない。<laughs> いや、本当に。いや、これね、 ちょっとね、甘く見てる人いると思うんですよ。あの、特にね、車の持ってるタイヤね、車のタイヤ、あの、スタッドレスタイヤにしないと危ないじゃないですか、雪積もったら。でも関東、東京の人って、まあ、滅多に降らないしね、あの、山の中行くわけじゃないから、だから別荘とか持って山の中にね、長野とか山梨に行く人だったら福島とかね、まあ、あの、スタッドレスに変えてるんだけど、そうじゃない人って変えてないんですよ。だけど、今回危ないよ。雪積もったら、 ね、まあいいや、これぐらいって言って出て、もう事故があっちこっち嵐になるよ、事故の。まあ、これはね、甘く見てる人多いからね、事故になってぶつけちゃってからね、泣いちゃってもね、しょうがないじゃないですか。いい車乗ってる人もね、まだローンの最中だとかね、ガッシャン、ドカーンってぶつけて、全損。全部ダメ。ということもあるかもしれないですよ。うんこれはね、あのー、やっぱりちょっとね、きついですよ。 あの、保険もそうなんですよ。保険もね、雪が降っててノーマルタイヤで走ると、保険結構厳しいですよ。あの、やっぱり自分の落ち度ということで、昔はね、丸々出たりしたけど、今ちょっと厳しいので、ちょっとわかんない。保険会社によって、担当によってだと思うんですけど、だからこれスタッドレスに書いておいた方がね、おそらくいいと思いますよ。だって、ね、スタッドレスに書いておけば大丈夫なんだもんね。書いておかないと、危険な目に合うかもしれない。 ということは、スタッドレスに変いといた方が、まあいいんですよ。春先までね。あの、ずっと履いてれば。で、まあ、4月過ぎちゃったらね、もう関東は大丈夫でしょうから、4月入っちゃえばね。うん、まあ、あの、ノーマルにまた履き替えてっていうことで、いいんじゃないかと思いますよ、その方がね。危ないじゃないですか。危険ですよ、本当にね。これはね、でも関東だけに限ったことじゃないですよ。今回、気温急に下がるのでね、やっぱりあの、お風呂。去年もお話しましたけど、去年それで、 結構ひっくり返っちゃった人いっぱいいるんですよ。あの、お風呂が冷たいでしょで、そこに、ね、何にも暖房とか何にもしないで、あの、洋服脱ぐとかあるじゃないですか、脱衣所。あそこで、まあ、あの、ばーって服脱いで、ね、気温がすごい下がってるので、ひゃーっとこうなってひっくり返っちゃう人いるんですよ、本当に。あの、脳がおかしくなっちゃって、脳の血管がプツンってなっちゃうんですよ。 危ないですよ。あの、脱水場は大丈夫でも、今度、もっと温度の低いお風呂場に入るでしょあの、湯船、もし溜めてたら、湯船の中は暖かいんですよ。だけど、その手前の床は冷たいでしょあれ踏んづけた途端にね、足が硬直しちゃったり、あの、足つっちゃう人とかいるんですよ。あの、私の知り合いで両足つって歩けなくなった人いますから、さすがに両足つったら歩けないよね。危ない。 そのまんま転んじゃったんですよ、それで。だって両足つってるんだもん。やっぱりこれはね、危険です。だから片足でもそれはね、つるっていうのはきついですよ、足つる。で、足だけだったらいいけど、これ脳まで来ちゃうかもしれないでしょだから、あの、脱衣場からね、服を、あの、まあ、脱いだまんまでもいいけど、脱ぐ前がいいんだよね。脱ぐ前に、とりあえずあの、お湯をね、あの、シャワーとか、または湯船の中のお湯をすくって、 床にね、何回かゆっくり巻くんですよ。そうしたら、あの、床、そんなに冷たく、まあ、冷たいけど冷たく、あの、うわーっていうほど冷たくなくなるから、全然違うんですよ、それだけでも。あと湯気も出るしね。うん、だからね、あの、ちょっとしたことで体守れるので、まあ、自分は平気だ平気だって思わないで、まあ、ちょっと用意して、そうやってね、あんまり冷たいところにね、入っていくっていうのは、まあ、体に悪いわけですよ。そういうことも考えながら、 ね、あのちょっと準備して、用意して、給湯器だとか、スタッドレスタイヤとかね、あとお風呂に入るとき大丈夫かとか、まあ、いろんなことを考えて、まあ、特に頭に来ちゃうんですよ、頭に。人間って冷えると、頭の血管があの急にね、血管がね、あの寒いとこに行くと移動するとね、体中の血管が収縮して、ね、縮むの、硬くなっちゃうんですよ。で、頭の血管ってすんごく細いので、 もしね、頭の血管の調子があんまり良くなければ、ぎゅーっとね、収縮した時に、パチンって切れちゃうんですよ。それで倒れちゃうの、みんな、うん。だからこれはね、あの、若い年取ってるってあんま関係ないですよ。うん、だからあの、まあ、新しければね、血管が新しい。子供だとあんまりなんないよね。あの、伸び縮みがすごく。あの、要するに輪ゴムと同じですよ。輪ゴムを、新しい輪ゴムを引っ張っても、縮めても大丈夫じゃないですか。そんなにプツンって切れないけど、 でも劣化したね、ある程度、ね、あの、経年っていうか、あの年を経た輪ゴムを引っ張ると、パチンって切れちゃうでしょ、あれと同じなんですよ。うん、だから、ね、年を取っていけば、それなりに老化しているということで、切れやすい、これはあの本当に気をつけなきゃいけないんですよ。やっぱり自分の体なんでね、やっぱりメンテナンス、または防御、ね、ちゃんと守っていかないといけない、あんまりの気温の変化っていうのはよくないということですね。 うん、それを考えながら2024年1月の2021ですよ。土曜日、日曜日。これ気をつけてください、皆さん。冗談でも何でもありませんよ。結構きついですよ。でも、その後にまたね、1月の末、これ来るんですよ。2月の頭。これはまた来ますので、再び同じようなものはね。まあ、第1弾として、大寒波、来ます。迎え撃ちましょう、皆さん。負けてはいられませんよね。用意をして。 ね、ちゃんと乗り越えていきましょう。ということで、大寒波備えてください。頑張りましょうね。体に気をつけてください、皆さんね。乗り越えていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。